はい、おはようございます、あんこです。前回に引き続き返信くださいの、実況を撮っていきたいと思います。でですね、一週間まるまる放置してたらですね、なんか、17人から、メッセージが来てて、前回確か5、6人この下の6人ぐらいだけだったと思うんですけど、もう10人ぐらい増えててですね、さすがにこれは多いかなとか思いますので、どうしましょうか。はじめの何人クリアしたら、みたいな感じにしますかね。とりあえず、見ていきましょうか。とりあえずこの、ちょっとプロフィール写真がすごく気になるエビスケさんから、斎藤泰造で、34歳、歌舞伎役者。先輩の結婚式で知り合った歌舞伎役者。代々歌舞伎をやっている名門家系で厳しく育てられたせいか、かなり上から目線。怖いな。今夜暇？上から、急にどうしたんです、下手に出た方がいいってことですね、きっと。違う。難しい。ちょっと、これ。梶原大輔、ミート、会社でイベントを開催した時に会場整理のアルバイトに来ていて知り合う。正直全く相手にしていなかったつもりだけど、どうも気に入られちゃったみたい。ひどい、主人公もひどい。昨日のダイオウイカの特番見ましたか？この二つ目明らかに嫌味ですよね。見たかったけど見れなかった。仕事中だったからさ。私は働いてるけどあなたは働いてないよね、みたいなアピールですよ。一番下ですかね、無難なのは。よし、来た。エビスケになるんで、エビスケ行ってもいいですか？飯行こう、飯。ちょ、怖いな。あんまり乗り気じゃないと。ちょっと予定確認していいですか？どうしようかな？多分曖昧だから、よく思われなくて。どこです？場所次第で来るのか。いやー、ちょっと予定確認していいですか。ダメかもしれないフラグをここで立ててるわけですよね。どこです？ダメだー。エビスケさんわかんない。じゃあ新しい人。シンゴ。ゴーダシンゴ。美容師。友達に紹介してもらった美容室で働いている。チャラいが、腕は確からしい。紹介してもらいながら、実はまだ一度も行ったことがない。行ったことがない。あ。友達経由で連絡先だけ教えてもらったってことですかね。今度うちの店に来てみない？まあ、他のとこ行ってるけど、そっちも行ってみちゃおうかな。基本乗りよく行くんですね。上から目線。チャラい。行ってあげてもいいよ。今日やばい。前回と、全く正反対にやばい。ちょっとエビスケで。会話が成立してないんですけど。行きませんよはないですよ。
え、これ、藁とか使っちゃっていいんですかね？あ、いいんだ。あ、意外と気軽？思ったより気軽？え、ニートも気になる。この人も会話が、絶対仕事アピールはないから、そうでもなくない？あ、そうでもなくないもあんまり良くないか。そうだよな。エビスケ怖えよ。マジで、じゃあいいや。ちょっと待ってくださいよ。うん。これはまあ。で、ニア。あ、外人だ。ニアウィルソン、二十歳。エビスの英会話カフェで出会った留学生。たどたどしい日本語が可愛くて、ひょんなことから連絡先を交換してしまった。外国人の方ってすぐ連絡先交換しますよね。なんか、バス停で待ってるだけでも、ちょっと話したら、なんか、電話番号教えてよ、みたいな。男の人も女の人も関係なく。あれすごいですよね。この前レッスン、ありがとう。かわいい。こちらこそどうも。多分正しい日本語を使いながらですよね。きっとこちらこそどうもありがとう。いい言動になったよ。ダメだし。あ、やばいな、今日。ちょっと早めに切り上げた方がいいかもしれない。そうですよね。はっきり、きっぱり言った方がいいです。そういう曖昧なの良くないよ。怖い。こんな人いたら怖い。何ですか、その言い方。これ喧嘩売ってますよね。うん、そうですね。よし。もうね、あ、はい。もう、ダメな気がする。もうダメなんじゃないかな。